西田修紀です。どうも、ザイオン、ワンタッチ。はーい。さあ、言ってよ、もう声出すなら。うるさい。夜の学校だよ。じゃあ、なおさらだよ。夜の学校を使って、うん、鬼ごっこをしたいですが、うちではやってなかった鬼ごっこをやりたい。かなり高度な鬼ごっこをしたい。おお、大人な鬼ごっこかも。今回はコラボでも。やったー、誰かわかる？わかんないでしょ。いやー、ちょっと誰だかはな。すっ、開けるな。お願いします。お願いします。よいしょだから今後、ずっとコラボになったらずっと走らせる。もう何考えてるか大体分かるから。はいはいはい、人狼だってもう誰かもう一瞬で分かるんです。分かる。今回はこのメンバーにですね、人狼に起こしたいと思います。よいしょ。どうも。制限時間ね、20分にします。なるほど。ワンゲーム20分、人狼が2人、うわ2人全員捕まえるか残ってしまうかで市民と人狼の勝ちが変わる。ああ、時間制だ。そうね、全員捕まえたら人狼の勝ち、逃げ切れたら市民の勝ち。はい、人狼2人っていうのがミソだよな。そう、人狼同士は分かってる。若い人狼同士。うわ、これは怖いな。楽しくやっていきましょう。人狼によくお願いします。お願いします。でー、よし、じゃあ逃げましょう。じゃあ逃げましょうかね。ドキドキですわよ。うわー、化け物かと思ったら自分の顔やった。こっち使ってください、こっち使ってください。最高。もう誰も信じれないです。いや、割と暗いから一緒に行動してほしい。いや、来い。わっ、なんだよ。怪しそうなもどきさんが今後ろにいます。どん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 逃げ道作っていきます。よいしょ、こういう感じで。人狼ゲーム僕ほぼ負けたことないんですよ。得意ではあるけど、この顔だから市民だろうが人狼だろうが先に疑われるんだよ。ここだって絶対逃げらんないじゃん。逃げれない。広い、どこ両方見れるんで楽なんすよ。え、なんか逃げられないところにいてさ平気なのって大丈夫なの。いや、でもやっぱ人狼にどっかで経験者ですからね。まあ確かに。あ、何ちょっと、パキッと折れました。あ、兄貴おもろいな。わあ！兄貴、わあ！マジの怖いです。めちゃめちゃ怖いよ。まだ始まってないんだけどねえ、あいつらまだ始まってないのにあんなに盛り上がってんのいいな。なんか大騒ぎしてる。人狼鬼ごっこを開始いたします。制限時間は20分、室内のみで逃げ切ってください。今回のゲームで会議はありません。あと10秒。残り10秒で自分の役割が分かります。やばい。それでは練習開始いたします。ゲームスタートです。どうする。お前ほんまに、え、いいの近づいてきて、近づいて。うわ、そっか、モッシルクさんが鬼かどうか確認しますよね。いや、ここ結んだら早くないですか。ただ、後ろから来てるよ、一人。ちょっと待って、もう二人だよ。とりあえず落ち着きましょう。普通に今、どんな状況、今始まったんだよね。始まりました。怖っ、初めてやるからな、こういうの。なんか来た、足早いの来た。足早いの来た。怖っ。そっか、こういうことか。なるほどね、全員疑っちゃうのか。いや、元木さんめっちゃ怪しいな。何色でした。青色。てか、どこ行っても4人ぐらいいるから行き場所がない。いや、これほんと声どういうこと。
今ちょっとドアを開けていってるだけなんで本当に市民なんですよ。いや、ドア全部開いてるよ。いや、違うんですよ。こっち開ける。いや、もう誰も近づけたくはない。いいか、ちょっとそっから見とって、本木さんずっと、まだ会ってないな。多分そっちいますよ。逃亡者。あ、よかった、よかった。あー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 、かなりでかい。でかいでかいでかい。嘘ついてないもん。これはバカでかい。よし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 。じゃあ、シューマイロン。いや、なしっすよ、マジで。じゃあ、バカ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 。いや、待って、みんな市民同士仲良くするのもありちゃいます。え、役職は何だった？市民。あ、今、僕たちがセットで怪しい。そうっすね。なんか、グルなんじゃないかみたいな。ちょっと今のは怪しいですよ。じゃ一旦保留、一旦。いや、もう動きそうなんすよね。エンちゃんとアミカは握手しました。でもね、人目につくところで暴れたら結構選挙区不利なんだよね。だからとりあえずアミカが白く分かったんでマジ強いです。元木さんが捕まったっぽい。なぜ俺は逃げられたんだ。なぜ俺は逃げられたんだ。めっちゃ疑われたな俺。え、なんで。じゃあ皆さん見とってね。俺今からザコ軍とするから。じゃあまあ見とって。じゃあお互い一緒に肩叩きますね。いきます。せーの。何ですか。逃げて。えっ、ザカオ絶対人狼だ。ザカオさん、ザカオさん、ザカオさん、ザカオさん。俺でした。ザカオ絶対人狼っすね。役職何って言ったら、あいつ市民って言ったんですよ。これ逃亡者って出るんで。え、これ聞いてください、聞いてください。聞こう。太郎と元木さんが一緒に行ったんですよ。じゃ、その後に太郎が元木さん捕まったっておかしくないですか。でも太郎から元木が捕まったって教えてもらったんだよ。いや、そんなん嘘に決まってるじゃないですか。分かんなくなってきたぞ。ザカオは確実に黒。俺らオートちゃんとそう3人で結託してるから。あ、これも最強。あ、これもそうだね。これも最強じゃん。そうだね、ここは勝ち。ごめんね。すまねえ。ってことはもう、これも最強じゃん。そうだね、ここは来た。これ分かった、これ分かった。最後です。勝ち。いや、もうザカオさんとタロシャ確定。体育館で言う、どっちかなんか入って、どっちか入り口塞いでいきます。タロシャ、僕が入ります。 OK です。来たよ。いや、僕は白ですって。自分から言わないよ、そんなことは。なんで僕疑うんですか。ねえ、なんで僕疑うんですか。ねえ、みんな、ねえ、あいぼやばい。始まって、うわーやばい。始まって、うわーやばい。ねえみんな、ねえみんな、ねえみんな、ねえ、ねえ、なんで疑うんですか。ねえ、なんで疑うんですか。あっちから逃げちゃう。あ、でもザカオ、気をつけて、アミカちゃん気をつけて。ザカオいるわ。やばい、囲まれてる。やったな。疑わんといてくださいよ。疑わんといてくださいよ。ザカ引きつけるわ。うい、ザカオ、おいで。逃げて。お前ら逃げろ、もう鬼は割れた。もうやっちゃいましょう。こっから追っかけよう。もう追うだけ。ただいま、稲穂、若葉、中野でございます。うわ、一気にいったな。よしよしよし、やろう。後半までバレずにいたのが強いですね。そうだね。ちょっと行こう。
やられた。シルクさんとアミか。いや僕は白ですよ。シルクさん逃げてください。オッケー。ちょ、同盟組みませんじゃん。同盟組みますか。同盟組むとしたら一回階段降りて。で、降りますよ僕階段。まだ誰が鬼かってのは割れてないから。はいはいはい。それでもう一回やろう。全然。全然。何時前だよね。かわいい。相手の大将を潰すだけです。大将どこだ。シルクさん、あっちあっち。あれ捕まえた。いや、あとシルクさんだけです。あいつだけ。残り一人だ。びっくりした、びっくりした、やばい、びっくりした、うわー、うわ、やばい、うわー、びっくりした、やばい、びっくりした、うわー、くそくそくそー、待てよしか、はい、あいつやっぱバケモンな。あいつを仕留める。あとは大将一人だけ。ほら、やっぱり行き止まりのところには行かないと思った。よし、来たぞ。残すはお前一人だ。もう残り2分ということで、もうこっちは本気で。あ、早い。早すぎる。うわぁ。いや、ギリギリだったね。あと10秒だった。うわぁ、危ない。あと10秒、ラスト10秒だったのに。最初の方になんかバレすぎなくてよかったね。そうですね。そう、俺最初元気だと思った。お互い別々に疑われてましたもんね。そうだね、そう、はい、元気怪しんでたら捕まったから太郎者確定だっつって。で、あの、あそこでバレたんか俺。1回戦終了、結果で言うと人狼の勝利です。よっしゃー。ラスト10秒やったんですよ。いや、ほんとラスト10秒。逆にそこに逃げたのすごいっすよ。いやー、そこに隠れた。どこだろうなーって来たの。ボーって言ったらびっくりしちゃって。ボーってなんで。初めての人狼じゃん。いや、マジで大悦さんたちみんなもやってるから。そうだね。もう、喋るのが怖くて。あもうなんかそこの時にバレしたらしい、一部には。そうだな。秋香ちゃんも途中悪いおじさんたちに連れられるみたいな。俺の顔見ながら。なんか涙出てきそうだった。ストーリーあったな、これ。大声で逃げてくださいってやるときに、こんな大人でごめんな。2回戦もやるか。やるよー。逃げてください。2回戦スタート。
なるほど、どういう遊びかなんとなく分かってきた。鬼重視民一お願いします。とりあえずシルクさんとこうちのリーダーが人狼さえならなければいいです。怖いんで理科室だって。うわ、夜の理科室とかバカ怖いじゃん。頑張りたいっすよね。人狼楽しいですね、皆さん。あ、図書室だ。体育館に行って、井の一番に、あ、見っけたって顔したやつが多分人狼なんだよね。おおおお、あ、放入ワールや。もう手が初心者。信じるのは俺の力。それでは第2試合開始いたします。3、2、1、スタートです。あまりたくんは知らん。僕マジでほんまに誰とも結託しないです今回。ガチで頑張ります。よ、そこもあるあ、靴ひも。なただいま、アミカが確保されました。あまりざや、アミザっぽい。あまりざや、説あるわ。怖い、ガチ怖い。でもここはまだね、鉄砲の装置だ。アミカが捕まった方向からあまりざが来ました。あまりざか、若葉逃亡者。うん、そうそうだよね。逃亡者です。そうそうだよね。僕たち大丈夫です。じゃあマジ本当にこれどうやって信用してもらえばいいの。とりあえず今回はマジでせめて逃げたい。怖い、今回はない。じゃあ行け、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 行け。じゃあ情報整理しようよ。シルクさんに近寄るかお前。信じて、絶対高尾だから。いや、考えてもアマリザのこと信じてくれ。でも確率論で言ってみ。逆にお前ら手伝いなら絶対大丈夫だから。いや怖いわ、俺今人信じてない。だって俺さっき高尾さんにあいつで信じて。いや、さっきは分かったけど。元木信じて、聞いてくれ。絶対俺元木さんとアマリザやっ気する。なんで、なんで。シルクさんと乙葉が手つないだら見た。でかい。で、今エンちゃんと手つないだ。俺らも手つないだ。こういいか、いいか、いいんだな。若葉か。よしよし、これほら、俺の潔白を。とりあえず逃げ切った方がいいっす。ちょ、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 たち。あっ、出たら捕まっちゃうと思って、行くな行くな行くなって今言ったら、絶妙なタイミングで捕まえられるね。あまりざ来ました。一番最初にアミさんを捕まえたのもあまりざを黒にするためだ。あまりざ、若葉鬼。残り10分です。若葉鬼は知ってる。あと一人誰やったん。やられた。くっそー。確定。じゃあ来た。逃げてくれ。捕まった、捕まった、捕まった。どうしたらいいの。どうしたら。行け。お兄ちゃん。はい。やっぱり僕鬼になっちゃいました。ここで時間かけるのもあれなんで。すげえ、ガチすげえ。わあ、すげえ。わあ、すげえ。わあ、すげえ。おにやかおにや。天才かよ。うわ、マジ天才かよ。
ずいな。お兄ちゃん、どんな出てきてますか？今ちょっと行こうぜ。あと誰？あと誰ですか？えんちゃん出ておいで。制限時間残り2分です。やばいやばいやばいね。ヤバめの刃、ヤバめの刃出るよ。ガチおらん。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1やられた。ゲーム終了です。お疲れ様でした。やっぱ楽しかった。2回戦結果だけ言うと市民の勝利です。ゲームバランスが良すぎたっていうのとめちゃくちゃ白熱したんで、もう今回の動画は市民か人狼か、いや蹴りつけてよってなるかもしれないけど、次にトップ。今回ありがとうございました。はい、チャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。